今キックオフです。第23回 JFL 第23節 FC 大阪対ヴィルスパ大分の一戦です。うまいな田中。さあワンタッチで縦エジューソンのスピード1人抜いて、さあ前を向いたチャンスになりそう。エジー、エジー、右足、エジー、押し込めた、決まりました。ワンタッチで縦エジューソンのスピード1人抜いて、さあ前を向いたチャンスになりそう。エジー、エジー、右足、エジー、押し込めた、決まりました。ナイスゴー。先制エジューソンのスピード1人抜いて、さあ前を向いたチャンスになりそう。エジー、エジー、右足、エジー、押し込めた、決まりました。ナイスゴー。先制点は吉井大阪、決めたのは7番のキツイ。キツイ、今シーズン2ゴール目、キツイ、パパゴール、パパゴール、7月3日以来の得点です。7番中野、さあ前を向かれた、シュート打ってキーパー弾いた、田中大輝が弾きました。田中、今ヒヤッとしたシーンでした。ツートップの良い田中大輝から繋いでいきます。おお、大丈夫か。そこは厳しい、相手にボールを奪われます。クロスが上がる、中に選手は1人、ゴッとキーパーキャッチ、危ないシーンです。ちょっとついていこう。いやいや、今ねやっぱり田中の判断悪かったですよ。左にも選手はいます。時間をかけて人数を増やす。さあ縦のパスが上がった、田中直樹、押し込め、右足のシュート、入った。かけて人数を増やす。さあ縦のパスが上がった、田中直樹、押し込め、右足のシュート、入った。2点目、よっしゃ。決めたのは再びキツイ、あープセーボン、キツイ。何個なってきたら聞いてきますからね、はい。だからやっぱりもう向こうはもう前がかりですよね。これは相手ボールになります。早いリスタート、ヴィルスパ大分、裏を狙ったボールに33番の前田が反応、左足のシュート、これは決まった。1点を返しましたヴィルスパ大分、33番前田のゴール。一瞬の隙を突かれました FC 大阪。裏を狙ったボール、9番の山崎落としてシュート打ってきた、弾いたキーパー、ナイスセーブ、ナイスキーパー、ナイスタイキー、ナイスタイキー。まあここはやっぱり耐える時期、走り込んできた日高。さあ町田蘭次郎、打ち切れ、フェイント入れて、蘭次郎来い、パス、来い、シュート、うわー、惜しくもクロスバーの上を通過していきました。いや、坂本の左足、初めて決定的だし、さあもうすぐ試合が終わるか。1点リードしている FC 大阪、この大事な大事な一戦、来い、後半の巻き返しに向けてきっかけをつかみたいこの一戦。坂本キープ、頼む、坂本のキープ、頼む、おー、ナイスキープ、よっしゃー。試合終了のホイッスル、よっしゃよっしゃ、なんとか勝利を手にしました FC 大阪。第23回 JFL 第23節、よっしゃー、山田さん、 FC 大阪対ヴィルスパ大分の一戦は2対1で FC 大阪勝利です。これはもうみんなね、大きいですね、ピッチもせやし、スタンドもせやし、はい、放送席もこう見てもらって、みんな一つで勝った勝利ですよ。いやー、甲子園も抱き合って喜びを分かち合っています。いや、これね、もうあれですよ、大野さん、 FC 大阪対ヴィルスパ大分の一戦は2対1で FC 大阪が勝利しました。その塚原監督のインタビューです。それでは見事勝利を収めました FC 大阪、塚原監督にお話をお伺いいたします。監督、お疲れ様でした。そう、まずは今のお気持ちをお願いします。かなり苦しい時期が続いてたので、もう魂込めて走ってくれってことを伝えて、それがまず勝利につながってよかったです。でもまだまだ続きますし、順位がまだ下の方ですので、ここから勝ってもう一回盛り上げていくので、応援よろしくお願いします。さあ、塚原監督、改めてお聞きしたいんですけれども、絶対勝利というこの言葉をどう受け止めて、改めて頑張っていきましょうか。すごい言葉やなと思います。絶対勝利って、もう勝利しかないので、まあでも練習でも選手たちスタッフはもうそこめがけて毎日やってますので、引き続きやるしかないと思ってます。塚原さん、どうぞ、もうここからはもう連勝し続けてください。最後に、皆様に一言、力強いメッセージをお願いします。はい、
6月7月ちょっとこう情けない試合が続きましたが、こうやって魂込めて選手たち走りますので、最後まで応援よろしくお願いします。塚原監督ありがとうございました。お疲れ様でした。さあまずは今のお気持ちを教えてください。いや本当に勝ててとりあえず嬉しいです。はい、開始早々9分ですね、はい、9分と39分に得点を決めました、はい、決めた瞬間は覚えていますか？いや覚えてます。もう、まあ、とりあえずどんな点でもいいんで、まあ、もう最後までゴール前で詰めとこうと思ったんで、まあ、泥臭い点かもしれないんですけど、まあ、とりあえず2得点取れてよかったです。さあもう負けられない試合が続きます、はい、力強いコメント最後にサポーターの皆さん、ファンの皆さんにメッセージいいですか？いつも応援ありがとうございます。なかなか勝てない、試合が続いて、まあ、チームもサポーターとか、周りの方々もしんどかったと思うんですけど、これから、勝てるようにもっと頑張っていくので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。キツイ選手ありがとうございました。ジュンソン選手にお話をお伺いいたします。お疲れ様でした。そしてようこそ FC 大阪へ。Muito obrigado, agradeço a todos pela recepção, principalmente ao presidente por ter confiado no meu trabalho, ao treinador por ter apostado no meu jogo hoje. Agradeço a vocês por estar aqui torcendo pela gente, e é só o início dessa grande batalha que temos aí. ありがとうございます。会長とか、監督とかが、試合に出るチャンスをいただいて本当にありがたく思います。それからサポーターの皆さんもすごい応援してくれて力になりました。本当にありがとうございます。今日の試合振り返っていかがですか？Tivemos um começo sólido. A gente já sabia como a equipe adversária jogava. Então a gente propôs o começo de muita marcação e pudemos fazer o que o treinador sugeriu de sair no contra-ataque rápido e fazer os gols. Foi consequentemente os nossos dois gols foram assim. O Oita-san の あの戦術とかもその週にあのしっかりスカウティングして、練習通りのプレーができて、あのカウンター狙いで、戦術を狙ってたんで、それがすごくハマって良かったです。じゃあご自身の良さが今日は出たってことですかね？Sim, sim, é minha característica. Desde sempre jogo assim e hoje pude ajudar a equipe mais uma vez. 僕の、まあ、あの彼の、プレースタイルが出すことができて本当に良かったです。来日して初出場ということで、まあ、皆さんすごく楽しみにされていたと思います。これから FC 大阪でどういうプレーをしていきたいか教えていただけますか？Sim, sim. Sim, sim, meu primeiro jogo. Hoje pude ter um bom primeiro tempo e tenho certeza que daqui para frente vou evoluir mais e ajudar muito o Osaka. Tenho certeza disso.本当に自分のプレーができてよかったし、これからもチームのために力になれるように頑張ります。では最後に皆さんに向けて一言メッセージをお願いします。Podem acreditar nessa equipe. Essa equipe está trabalhando forte todos os dias e vamos colocar o Osaka na terceira liga. Pode ter certeza disso. J3 に昇格するために、全てをかけて頑張りますので、サポーターの皆さんもよろしく、応援よろしくお願いします。ジュンソン選手ありがとうございました。ありがとうございます。ジュンソン選手によるお話をお伺いいたしました。さあ続いては日高啓太選手です。お疲れ様でした。さあまずは今のお気持ちをお願いします。そうですね、まあ、8月のタイミングで、自分自身本当に覚悟を決めてこのクラブに移籍してきて、まあ、何としても本当勝利したい、して恩返ししたいと思ってたので、今日このホームで皆さんに勝利を届けられて本当に嬉しいです。いや、ここ何試合かは後半がすごく課題になったかと思うんですけれども、日高選手はどういうことを意識して戦っていましたか？そうですね、まあ、やっぱ、まあ、一人一人しっかりチームとしてつながって、最後45分後半45分プラスアディショナルタイム
気抜かずにやり続ければ絶対勝ちきれるチームだと思ってたんで、まあ、そこを最後まで気抜かずに声かけ合いながらチームで戦ってました。ホームタウンの東大阪市でやっぱり勝ちたいですよね。そうですね、はい、ということでね、最後にまた改めて皆さんに一言力強いメッセージをお願いいたします。はい、今日は本当に応援ありがとうございました。まあ、このチームは絶対 J3 に昇格できるチームだと思ってますし、またこの勝利をきっかけにフロントの方々と現場とそしてサポーターの皆さん一体になってもう一回 J3 に向かって力を合わせて頑張りましょう。今後も応援よろしくお願いします。日高誠太選手ありがとうございました。